始まったか。こんばんは。こんばんは。見えてるか。ちょっと今走ったから軽く息が切れてる。こんばんは。こんばんは。あ、来た。やっほー。こんばんは。ちら？ 見えてます。初見です。ありがとう。柴田ゆなです。こんばんは。今日は火曜日、30日、7月30日火曜日です。柴田ゆなです。こんばんは。いいね、T シャツ。確かにここだけ見たらただの白 T みたいな感じだけど。ちょっとだけ。確かにね、なんかつまんないね。ただの白 T 感あるね。虫がもうちょっと高く。あ、どう？いい感じじゃない？そう、なんかね、くっついてる T シャツを着てます。お洋服買わないとなと思うんですけどね。去年の服とかばっかり着ちゃいますね。こんばんは。何？腹巻きみたい。確かにここだけ見たらそんな感じだよね。ね。みんな来たかな？じゃあ、まず、挨拶自己紹介。こんばんは、柴田ゆなです。よろしくお願いします。早速、前回メンバーからの宿題をやっていきますが、じゃん、リカ、ゆなたんへ、リカとこの夏何したい？ なんか、かわいいな。リカとこの夏何したい？なんかする前提なのね。リカ？リカさ、リカユナのこと好きだよね。いや、リカはみんなのことが好きなんだと思うんだけど、そのみんなの中に私もね、入れてくれてて、多分最近。最近ね、なんかラブコールがすごいんです、リカからの。急に連絡来て、何してんの？とか。なんだよーって思ったらね、会いたかっただけらしいんですけど。そう、ありがとう。私も好きだよ。何したいかな？なんだろうね。行きたいお店が一つあって、そう、前からリカと話してて、行こうねって言ってたお店に、ご飯屋さんがあって、おしゃれな。そこまだ行ってないから行きたいかな。あとはなんかカラオケもうずっと行こうって言われてて結局行ってないので、ぜひご飯食べてカラオケとかもう全然デートコースみたいだね。違うか。とかね、しよっか。ご飯行く？何したい？逆に。そう、私結構フッカルなんですけど、リカも多分フッカルだと思うので、結構合う気がする。そういう観点。そういう面では。何歌うの？確かにリカ何歌うんだろう。私は日本の曲。日本の曲じゃないね。何歌うんだろう。J-POP？ そりゃそうだよね。ディズニーばっかり歌いますね。ディズニー歌ったり、平成ソングとか。歌ったりとかしますけど、そう、カラオケはよく行きますね。一人でも行くし、カッキーとも行くし、家族とも行くしって感じ。日本の曲、そう、なんか何聞くのって言われると、洋楽、ディズニー、クラシック、ジャズとかそういう感じで答えるから、何歌うのって聞かれると日本の曲って言っちゃうかも、いつも。あ、そう、スタタンで歌った歌とかね、歌うよね。安室ちゃんも歌うし、聞いてたんだけどね。そう、サブスクなくなっちゃって。そう、でも歌うね。確かに最近歌ってなかったな。次行ったら歌おう。ディズニーソングばっかりだよ。ディズニーしか歌わない日も、それはないか。 それはないけど、もうミュージカルみたいな感じで、じゃん？そういう曲をね、
ニコニコしながら歌ったりします。あ、ハロプロさんの曲もね、カラオケ歌いますね。聞くし歌うし。そう、アナ雪とか見たいかも。だってどこかで披露する機会があればいいんですけどね。あれですね、乃木恋の彼氏イベントではよく多分大体毎回歌ってる気がする。そうそうね、なかなか表でこう他の方の歌とか歌うのってそういう機会ないからね。ね そう、歌ってるところとか、そう、私が歌ってるのってさ、あんまり見ないよね。もうライブぐらいか、乃木坂の曲いいですけどね。また機会があったらいいですね。なんか女の子みたい。どういうこと？なんで？そうそう、どこで 確かにいろはね、ギターいいよね。弾き語りとか。そうそう、ありがとう、歌好きって言ってくれるの嬉しいよ。リップ塗ってる、いつも塗ってるよ 塗ってるよ、いつも。こんばんは。確かにね、企画でできたらいいね。でも緊張するよ、絶対。普段のカラオケの感じとは出せないと思う、絶対。はい。ということで、乃木帯選手権やりたいと思います。今週の競技は暑い夏にちなんで欲張りアイスクリームです。これか？こちらのコーン、こちらのコーンの上に46秒間でどれだけ違う色のアイスクリームをかけるか競います。週の中で最もたくさんの色のアイスをかけたメンバーには素敵なプレゼントが贈られます。ただし、あまりに汚いアイスはカウントされません。じゃん。昨日理科は11個。すごいね。何個かけたかってことね。私絵描けないよ 今ここに1,2,3,4,5,6,7,8,9,10色なんだ。じゃあこれでも可愛い色のアイスがいいから、なんか可愛いアイスにしよう。11個か、いけるかな。青絵描けないんだけど。アイスってどんな、どの程度のアイス？アイスってどうやって描くの？丸描いて、丸じゃないのか。しかもなんかちょっと、まあうまく、アイス、ちょっと待って、アイスってどうやって描くの？よいしょ、ちょっと下書きしていい？アイスってアイス、こんな感じ これをいっぱい描いていけばいいんだね。半円か、そうそう、あ、うん、丸で中をちょっと塗る感じ。ラブポーション。こんばんは。うまいやんだって。嬉しい、ありがとう ちっちゃい絵は描けるよ。大きい絵は描けないけど、まあこんな感じでやっていきましょうか。コーンが印刷46秒。コーンの上に1個ずつ。汚すぎるアイスはノーカウントにされちゃうのね。じゃあ、やりますか。いきますよ。これカラフルにしなきゃいけないんだもんね。ペンの蓋とか開けといた方がいい？これ。だって11個以上は書きたい。でも46秒あったら、まあ1個に2秒かかってもいけるでしょ。じゃあ、いきますよ。待って、かわいい順に並べとこう、色。いきます。よーい、スタート。
あ、色塗り忘れてた。1、2、3、4、5、6。ちっちゃ。どんどんちっちゃくなってく。7、8、9、10、11、12。あ、何色？13、14。あ、ちょっと散らかしました、机の上を。かたしますね。え、わかんないけどさ、いい感じなんじゃない？はい。はい。あ、どうですか？オッケー、10、お、やったー、じゃん。そっか、見せてなかった、まだまだ見せてなかったけどさ、これ練習したアイス結構高くない？こちら14個だそうです。やったー。いや、丁寧に描いたら上手に描けるからね、もっとありがとうございます。ゆな、14、じゃん、やったね。虹みたいで、うまいね。だって上手、うまいね。だってありがとう。私絵褒められるなんてことないからさ。何、ありがとう。意外とうまい。だって、え、私そんな、うん、あ、縦一本じゃない積み方もあんのねすごい、待って、なんかさ、そんな上手なんて、え、嬉しい嬉しい。いや、みんなそれ本心だよね。いいんだよね、素直に受け取って。嬉しい。そんな褒めないで。私褒められ慣れてないから。嬉しい。色使いよかった。ありがとう。そう、そういうの気になっちゃう。そう、ペンのさ、並び順とかさ、ちょっと気になっちゃうからさ。ね。そうそう、え、うまいって。あ、やばいやばいやばい、蓋開いてた。私がね、絵を褒められるなんて家族もびっくりでしょう、きっと。やったー。わ、なんか、え、一本足りないけど、まあいいか。はい、美味しそうね、アイス大好き。そんな感じ。やったね。かわいい絵だよな。だってありがとう。そう、私絵は褒められないから、あんまり、え、わかんない、なんか自分は下手だと思い込んで生きてきたけど、いや、絵は下手だよ。そんな調子乗らないで、人と褒められたからって調子乗んないでね、ほんとありがとう。そうそうそう。うまくはないでしょ、これ。はい。何の話しようか、フリートーク。最近何か、いろいろありましたね。ツアーが始まったり。これイヤリングだよ。いいでしょ。なんかほんと近づくとただ白 T 着てるみたいになっちゃうからちょっと離れとこうかな。近況報告タイム。花火綺麗だったね。楽しかった。本当にもうね、ここだったよねあれはね、もう一生に一度の経験だよね、きっと。もう本当になんか幸せだった。ありがとうございました。本当に見てたかな、皆さんもテレビで。いやー素敵だった。でもフィナーレの花火がさ、こう上げられなかったのがもうなんか見たかったなっていう気持ちはもちろんなんだけど、その花火師さんのさ気持ちなんだろうな、なんか考えたらね、あ、絶対こうなんかもうね、え、いろんな気持ち重いだろうなと思って悲しくなってしまったけど、うん、まあしょうがないね。
そう、めっちゃ楽しかったけど、そうそうそうなのよ。でもさ、雷鳴ってたみたいだけど、あまり気づかなかったし、その花火上がってたからね。雨もちょっとしか降らなくてさ、本当中止になるかと思ってたからさ、なっちゃったら嫌だなと思ってたから、よかったです、無事で天気持ってね。やっぱそう、雷、髪切るのだって、ブログに書いたんですよね、私。最初のところにポニーテールしたくてちょっと伸ばしてたんだけど、切るか悩んでるって言ってたんですけどね、言ってたんですけど、うわ、違うよ、髪の毛長くなったね、だって。違うって、ポニーテールいいよね、ポニーテール大好き。お、そうなんですよ、そう、そうなの。ね、1.5センチぐらい切ったんですよ。2センチは切ってないんだけど、1.5センチぐらい、本当に、ちょっとだけ切った。最近本当にもう3日以内、ここ3日以内かな、その土曜日終わった後だから、土曜日終わった後ってか、土日月か、今火曜日でしょ、土日月、そうだね、3日以内に切ったんよ、1.5センチ。本当にちょっとだよね、1.5って。だけど全然違う感じする。もう本当にさ、夏ここ暑くて暑くて結ばないとやってられなかったから、そう切った。わかんの？ わかるんだ、すごいね。そう、ちょっと短くしすぎたかと思ったけど、まあ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 伸びるから何でも。ちょっと、そうそう、切ったんですよ。またポニーテールはできるよ、一応できるの、できるんだけどさ、見える？結べるけど可愛くないよね、もうちょっと長かったらね。ポニーテール もっと切っちゃえ、これ以上は切んないじゃない、これ結構短い方じゃない、肩、鎖骨がここでしょ、そうだね、ちょっと短いんじゃない、伸ばすのもいいけどね。そう、結ぶの好きだからさ、ポニーテールが好きなのよ、自分の、楽だし。そうだからね、伸ばそうかと思ったんだけど、夏はこれでいきますね。近い、すいません かき氷はふわふわ派だよ、短いポニーテール。そうそう、ツインテールできるよ。それさ、浴衣着るときにさ、まゆたんにやんなよって言われて、ちょっと一瞬考えた。まあ別に配信だし、いいかなと思って。レイの浴衣じゃなくて、ジンベエの配信のときに、そう、何の髪やるって言って、ツインテールって言われて、あ、まあやってもいいかって思ったんだけどね、結局。やめた。もうちょっと伸びたらね、またやりますね。あと何かあったかな、最近。なんかいろいろあったと思うんだけど、何のお話しようか。何がいい？ラムネ飲んだ？飲んでないね。ラムネ？飲む機会ないね、まだ。飲むね。夏だね。好きだよ。京セラ。そうだね。大阪、やったよね、ライブ。で、ラジラもしてさ、楽しかったよね。そうそう。夏が、ラムネが好きなんです。大阪行ったよ、ありがとう。レナのこと見つけられた？ドームだからさ、ちょっとね、レナのこと探してみて。ちょっとあれだよね、探しにくいよね。でも、そう、ドームにね、舞台で仲良くなった NMB の
弥生ちゃんがね来てくれたんですけど、すっごい高いところにいたの。でも見つけられたの。なんでかっていうと、サイリウム、あのペンライトを私の色で持っててくれたから、すっごい高いところにいたんだけど気づいたの。だからドームはあのタオルもね探すよ。あのあとなんていうの、ユンちゃんって書いてあるやつも見つけられるけど、あのペンライトめっちゃいいなと思いましたね。全然上の方まであって なれるから。でもさ、あの気づいてんのか分かんない。こっちは気づいてるんだけど、あの気づいてること気づいてるって感じ皆さんそう、見えてるよって思うんだけどね、分かってる届いてんのかな、見えてるよっていうのがね。そう、ペンライトめっちゃわかるなって思った。そう、ボムもね、ボムさん9月号8月8日に発売するんですけど、偶然、本当に偶然らしくて、あの毎日のようにあの3人でここちゃんとずっとグループラインが動いてるんですけど、あのグラビアの撮影があるんだっていう話で、あ、私もあるんだって、何の雑誌って話したら2人ともボムだったから、あの喜んだ。え、一緒じゃんって。昔さ、稽古のやってた頃にさ話してたんだよね、そのなんか仕事で一緒になるってどういうシチュエーションで、どういう時にどうやったら一緒に仕事できるのかねって話してたんだけど、同じ雑誌に乗るとかっていう話をあの稽古してた時にしてたなと思って、ねえ、嬉しくなった。そう、ぜひ見てみて。あとね、そうだね、明日になったら明日、あーちょっとそうだね、一日惜しかったけど、明日もちょっとあの明日も待ってて。そう、今日はラジオ、今日は23時からラジオがあって、そうそうね。じゃあ次回のメンバーさんに宿題を出そうかなと思います。明日は誰でしょう。何がいいかな、宿題。あと、じゃん、明日はまゆたんです。え、なんでわかったの、すごい、顔上げたらまゆたんって書いてあった、すごい。そう、明日まゆたんなんですけど、誰がじゃない、宿題何がいいかな、なんだっけ。じゃあゆなとこの夏何したいにしようかな、理科の引用して何がいいかな。あ、まゆたん協会ね会長、流れで、そうそうそう、私と何してくれますかって、夏、まゆたん、まゆたん、まゆたん、やっぱり遊びに行ったことあるよ。遊びに行ったこと、うん、まゆたんのお家にも行くし、ご飯食べにも行ったりしたし、あのカッキーとレイと4人で集まったりとか、なんかお仕事の後ご飯行ったりとか、誰かのお家行ったりとかよくしてますね。うん、そんな感じ、仲良しですよ、まゆた。この夏ちょっとちっちゃくなっちゃったな。
じゃん。ちっちゃ。ゆなとこの夏何してくれますか？なんか何したいっていう感じじゃなかった。何してくれるのっていう。ゆなと何してくれるのっていう感じですね。はい。ちっちゃ。ごめん。なんか字ちっちゃいよね。ああ海外旅行ね。いいな行きたい。今すっごいもうあのさ海外行きたい時期って。っていうかその気分その気分の時期ってもうあるんですけど今はもうすっごく行きたいですねあ2人でって追加してほしい。なるほどね。ユナと2人で。あなるほど確かに。あごめんなさい。ユナと確かにね。2人で。ユナと2人でこの夏何してくれますか？こんな感じでいいですかね。そうまゆたんはお家から出てくれないからさなかなかねどこかどこでもあの計画性はあるので計画性あの計画とか立てるよだから全然どこでも行こうって感じ。そう。もう終わっちゃうね。あっという間だったね。そう、まゆたんちの猫をね、会ってから、ちょっと猫派になりかけて。いや、犬はもう、うちのワンちゃんが、もう、好きなのよ。犬がっていうよりうちのココちゃんが好きなんですけど猫っていいなと思って可愛い綺麗本当にねそうそうそうあともう1分半しかない。やばいやばい話足りてるこれいつもさ30分で短いよね。ラジオもそうなんだけどさえってか前も火曜日じゃなかった？あのなんかこの後ラジオでみたいなさ話したよねそうオムライスを食べてないな。食べたいなオムライス。スクショ何したらいいの。あペンギンペンギンペンギン助けて一人じゃ寂しいからはい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 どうですか。こんな感じ。なんかピースばっかしちゃってごめんね。前回水曜日だって違った。カメラ目線あこっちかカメラお疲れ様。次は名古屋。名古屋のライブかな次会えるのは。なんかあるか間に。あティフとかティフとかあるね。そうそうそうまただねねえ。なんかこういう生配信定期的にあったらいいのにね。定期的にあるかこうやってそうまた話すの好きなのでね。なんかなかなかそうお話ししようね。独り言ずっと喋っちゃうね。あ半になっちゃった。じゃあまた。あ今日はラジオです。一人で喋ってるので聞いてください。じゃあまたね。バイバイ。ゆなでした。バイ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 。